なあ、なんでこんなトラックの運転って楽しいんだら。お、やめたらえんど。これ。わしはこれな、1週間、2週間、3週間ぶりくらいにトラック乗ったんだけど、乗ったんだけどな。まあいよいよ楽しいな、運転が。なんだなこりゃ。絶対トラックの運転手やめた方がええんだ。まあいろいろな事情でやめる人もおろうけど、特に事情のねえ人間はな、トラック運転手を続けるべき。こんな楽しい仕事ねえど、マジで。もうほんまにトラックを使ってああだのこうだの言うて YouTube 発信をまあわしはしてきたんだけど、トラックありきの YouTube じゃったっけな。要はまあトラックなんて言えへんかな。まあどこぞの誰かがトラック乗ったこともねえようなんが、ろくに仕事もできんようなんがのトラックに変更して YouTube 撮りますよ。ろくにトラックの仕事もおめえできんのにから YouTube 発信すな言うて、誰かが夜、誰かとは言わんけど、やっぱりトラックじゃってな。政府はな、役人もの、なぜトラック運転手が入らんかいうことを考えねえやめ。ああ、トラック運転手が入らんから2024年問題で働けれんから稼げんから、トラック運転手がどん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 やめていきますよ。人手不足ですよ。ほんならどうやったら人が入ってくるのかいうことを考えんとはええわな。人が入ってこんから、人が入ってこんかったら外国人労働者雇やいいがな。あ、鉄道コンテナ使やいいがな、船使やいいがな、お、飛行機使やいいがな。バカかこの。なぜな、人が入ってこないのか、入ってくるようにするにはどうすればいいのかっていうことをまず考えなさい。あんまろくでもねえ、ほんまめ、他のこと入ってこんかったらほんの他の対策取れええから。じゃあねえじゃろうがいう話やけ。わしから言わせやな、はあ、なんで運転手が入ってこんのか、はなんで運転手が入ってこんのか、そこを考えんとな。まあいろいろな、この牧場の仕事をしだしてからニュースやこうでも見るけど、ああ、ろくでもねえ対策じゃな、ほんまな。もうおめえ物流やこ崩壊するぞ。もうしとるかおめえ、何にも変わりませんよっていう人間の、ごめんよ今ちょっとトンネル入っとるけ多分何も見えまあけど、なんか情けねえだな、ほんま。もうわしには関係ねえけど白プレートやけ。まあいろいろなあの視聴者さんからな話を聞くと、何にも変わってませんよって、今まで通りブラックですよっていうの結構おる。じゃあな、そりゃそうじゃろ、そんなんが俺で成り立たんけ。それを分かってね、まあそのそんなんが俺になってもええような体制を今大手が取っていきょん、作り上げていきょんじゃろうけどな、なぜな、なぜおめえブラックみてえな365追っかけで走っとるようなんがなあ追ったのかっていうことを考えてみ。そうせんとめ、生鮮食品もおめえ届きませんよっていう話だろうがな。おめえ市場やこうからのおめえ野菜青果だのおめえ鮮魚だのおめえどれにすんなら、ああ、これはおめえ鹿児島から東京っておめえバシュン行くぞ。もう今それ行けれんのか。そんなことおめえそういうのを脳さすなって、ほんまに。そういうのがおるから食卓へ新鮮なものが届くんじゃがな、おめえ。そらな、賞味期限のある乾物じゃの、ああレトルトじゃのなんじゃのいうやつはおめえそらね次の日に届けんでも構えへんじゃろうけど、生鮮食品やこう言うてみよ、おめえ。ほんならおめえ災害が起きましたわ言うて、災害物資救援物資を運びますら言うて言うた時にじゃな、うっと、ほんならね2024年問題でそれ走れんから言うて、おめえ急いで持っていけませんみたいなことを言い出すんか。じゃあねえかろうが、それがふんで、それが特別処置です。じゃあねえがな、おめえそんなもん特別でも何でもあらへんがな、おめえ何が特別処置なら、おめえ
生鮮食品だっておめえ出荷もとおめえ入荷もスーパーとかにおめえ並べるもおめえ魚生き物な生き物を美味しくいただく、それを新鮮なうちに届ける、それがな、それも特別なことよ。ほんまに賞味期限の少ない生鮮食品っていうのをきちっと届ける、それがトラック運転手の仕事じゃがなおめえ。ほんな在庫での明日までに運べばええですわっていう、そういうもんでもね、ほんならそういう生鮮食品も特別処置でもやったらええかな。人がおらんから余計ブラックにもなりますよっていう話だろうがな、ね、運賃も上がっとるってな、いろいろ話を、運賃をだいぶ上げたんよいう話も聞くし、まあこれから運賃上げていかな、それは食うてもいけるんじゃろうけんな、今の運転手やと。でもその運賃を上げれるのってごく一部なんよな。結局は荷主も協力せない応援話で、運賃上げてくれって言うんですか、お宅の運送会社、ああほんならええですわっていう荷主がほとんどだろうが、いや今まで通りの運賃で行ってくれる運送会社ってなんぼでもおるからみたいなこと言い出してみんや。おるぞそんな荷主は、なんぼでも荷主はこう協力すらへんど言うてもなあ。ほんならおめえ待ちますわ、ああ待ち時間を納しますわ、予約制ですわ、バカかこらおめえ、予約したところで順番は生まれるんじゃから、それまでの待機なんじゃ、バカかこの方、一緒残っちゃるからおめえ、笑わすなこの、何の対策にもなっとらんのじゃこの、ほんま情けねえぞな、もう岸田が応援とかいう問題じゃねえんじゃわ、ほんまに。もうの大手がの牛耳ること自体がもうはあ、おかしいんじゃん。大手がおる、大手がなんでおるんかじゃあね、ブラックみてえなあめ、大手が走らんような荷物を下へ振ってそれらが走るから大手が成り立っとんじゃがな、それを今さらめ大手が牛耳ってからめ、ああブラックを排除するような動きにおめ政府と一緒のようにおめ一緒ことになる腐れやがってから、いやアホかこの、もっとおめ小さい会社小中を頼れよ、小中が動きおるからこの世は回っとんじゃ、日本を回っとんじゃ、アメリカやと見てみいかな、なりたい職業おめトップの方に君臨しとるぞ、トラックの店主やかおめ、それだけ充実しとるいうこっちゃおめ、福利がなあ、トラックステーション、トラックターミナルと言われるようなところ、ガソリンスタンドと言われるようなパーキングな、サービスエリアが充実しとるわけじゃなあ、収入もそうじゃんね、アメリカの方やこ、今日はもうどえらいぞトラックの運転手の収入やこ、日本はどんなんなおめえ、もっと根本的なこと考えてみんや、もう上がアホならな、どがむならんて、日本も永遠アホや、どん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 衰退よ、どん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 世界からおめえ離されていかん、もっとよく考えてみっばなかこの、てな感じじゃな、もうあんまり言わんって言うてきたけど、まあニュース見よったらあじゃねえこうじゃねえってからろくでもねえこと言い出しょるけ、ちょっと腹立つき言うてみただけじゃけど、まあ僕を気にせんようしてよ、アンチの人間はまあ別に追ってもいいんだけど、直接聞けよの、あのコメントとか他のサイトでぐち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 言わんと、直接今回調べてでも直接来いよ、もう直接言うて来い、ではまあ牧場の仕事を引き続きやりますよ、今回も牧草を買ったロールを今運んで牧場へ持って帰るとこじゃけどな、まあなんせ4点走りできようよ、いいよ、慣れんとおえんの、ケツ振らん分まあええけど、なんかカーブ曲がったり交差点曲がったりするのにワンテンポ遅れるというかな、ボッコ乗らんけな、1ヶ月に 2,3 遍乗るぐらいなもんじゃけ、感覚がまあまあ全然乗れんことはねえんじゃけど、なんともじゃのてな感じで、皆さんトラック運転手やめたらええんよ、こんなに
楽しい仕事がね、楽しい仕事はねえよ、ほんまに。給料がな、ちょっとまあ見合ってこん部分が出てくるかもわからんけど、トラック好きならば自分の背中で感じる荷の重さな、そんなんを感じつつ、この目線の高い感じな、その優越感に浸れるこの感じ、もうたまらんよな。なんかこうトラックに乗っとったら、狭い道やこうで行ったら、こうな、自らがこう止まろうっていうような、自ら止まって乗用が来たら行かしてあげよう、もうそういう大きいおおらかな気持ちになれるというかな、うらうらできんじゃこのわしが先じゃ、じゃのうてじゃな、自分はできへんのを乗っとんじゃ、君らよりもっと運転技術のいるものを乗っとる、だからこそ僕が先に止まって譲りますよくれなら、感じで運転していってくれたらトラック運転手としての質もな、上がっていくんじゃねえかなと思うぜ。まあそういうことじゃ。まあほんなの、まあまたじゃ。